岸田じゃねえや、なんか招き猫で、カラオケの招き猫で火炎放射器で消毒だみたいなのがあったらしいですね。やったれでスプレー火炎放射、カラオケ招き猫店内での迷惑行為動画に批判殺到。そりゃそうだろう。運営元は刑事民事で厳正に対処ということで、こういうバカなことが後を絶ちませんね。まあでもこういうのって今まで知られてないだけで結構あったのかもしれません。記事を読んでみましょう。大手カラオケチェーンカラオケ招き猫の店内で若い男性たちが火遊びをする動画がネット上で危険すぎると指摘されている。まあ確かにね、こういったスプレー缶で火をつけると火がつきますよ。でも大火事になってね、店舗焼失とか、そしてそういう場合は死人も出ちゃったりしますし、まあこの缶がね、暴発したり爆発する危険もあるわけですよ。とっても危ないですよ。で、問題の動画は13秒ほどの短いもので、撮影者がやったれやったれと煽る中、スプレー缶とライターを手にした男性が他の男性に向かって火炎放射している。汚物は消毒だ。男性たちは楽しげに笑っているが、大きな火が周囲に燃え移ってもおかしくはない大変危険な状況だということで、そうなんですよね。密室空間にはどんなね爆発物があるか分かりません。例えば小麦粉の粉っていうのはね、こういうところにはないかもしれませんけども、こう舞い上がった粉に引火するっていうのもあるわけですよ。それなんていうね、なんか引火の現象かちょっと忘れましたけども、そういったのもありますしね。ひょっとして火がつきやすいものが部屋に滞留していたかもしれませんし、エアコンと反応するかもしれませんからね。まあまさにこういった使い方をやっぱりね、入れ知恵した人もいるんでしょうね。で、確かにね、これ面白いんですよ、やると。でもとっても危険なんで絶対にやらない方がいいです。こんなことをして事故を起こしても何の保証もありませんし、一生悔いて生きることになると思います。場合によってはお父さんお母さんや身内の人全部にね、とんでもない目に遭わせるかもしれませんし、働いている方、お父さんお母さんにお持ちしたら会社クビになるかもしれませんよね。仕事よりも子供の教育ちゃんとしなよっていうふうにね、企業イメージも損なれると思いますし、このカラオケの招き猫も、まあまさかね、飲食店のなんとかテロじゃないですけども、こんなことが起きるなんて思わなかったでしょうね。本当にお疲れ様です。とにかく安くなればなるほど、こういった人って紛れ込みやすくなるのは本当に悲しいことですよね。企業努力でどんな人にでも利用してもらおうと思って頑張って値段を下げれば、サービスを拡充すれば図に乗るやつが出てくる。どういうことなんでしょうかね、本当に。けしからんということで、けしからんが火は燃えるということでございました。まさに炎上騒動ということでした。